佐藤和夫、動画チャンネルです。今日は特定検診、私の総合検診のために副小検診を行っております。すでに今日は検診者も来ておりますので、これから8時受付、今は7時半でありますけども、8時から受付が始まって、肺がんとか大腸がん検診とか全ての検診を受けて今日は帰りたいなと思っております。私の今日の受付ナンバーは今の段階で16番であります。そしてちょっと気になった看板があります。いちごタクシーの看板、ここにもあります。実は今日からいちごタクシースタートするわけでありますので、ここもお料理できる場所の一つのところがありますので、第1便の8時半から9便最後の16時半までの看板が出ております。予約センターも81局の551515というふうな意味で看板をつけたみたいですけども、今日からスタートしますんでね、どのくらいの方が利用するのかちょっと興味深いところでありますが、本当に車を持っていない人はこのいちごタクシーどんどん使うといいかもと思っております。